あー、痛い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 痛めちゃめちゃ楽です。またこの現象が、はい、ね、これが、まあ、そのままいくようになっているので、はい、うわ、痛いですよね。痛い、痛いですね。結構こっちなんですよね。疲れが溜まってるとき、この辺痛いんですよ。あー、痛い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 、ゴリゴリしてすごい硬い。こっちも前すごすごすごいですよね。こっちも結構痛いですよね。はい、いや痛いだと思う。でもこの胸の硬さはこっちが硬かったですね。はい、あ、本当ですか。これのと比べたらこっちの方が痛くないんじゃないですか。痛くない。意外と左も痛いんだなって今。いや、そうですね、はい、左も痛いとは思います。地味に痛いですよね。でもガツンとくる痛さはやっぱ右の方が、はいはい、ありました、ありました、うん、うわぁ、フリーもどうですか。ちょっと痛み和らいできました。 あ、そうですね、うん、はい、最初は全然、うんうん、ああでも気持ちいい感じになってきました。こっちはそんなに痛くないですか。そうですね、うん、痛気持ちいいぐらいですかね、うん、はい、背中ありますか。ありますね。いえ、気持ちいいぐらいの感じ。気持ちいいですね。はい、すごい。一応そうです。感触がちょっと和らいできたっていうか、はい、はい、高音が取れてきてますね。
まあこれであと肩甲骨の肩の高さここで、はい、揃ってえ、はい、え本当ですか、はい、すげえ肩甲骨の肩の高さで見てもやっぱ右の方が高いんで、え本当ですか、これこのここにずらしていくと、あ本当だ、ちょっとですけどね、その極端にすごくあるわけではないですけど、はい、少しこう右上がりっていうのが感じられますね、はい、腕を下ろしていただいて、はい、一回ちょっと腕の下に手を組んでもらって、おぉやりやすくなってすごい大丈夫な感じですか、はい、はい、うお痛いっすか大丈夫ですか片首どうですかね。うわ、めちゃめちゃ楽ですまたこの現象がすごい、はい、あ楽っす、はい、軽くなった感じです、はい、いつも右が、はい、痛いんですよね、はい、で凝るっていうか、はいはい、この辺ですか。そうっすね、あと首、ここ首もそこら辺の首筋から、はい、でまあ結構そうですね、耳に近づけるのとかはすごい楽に、ありがとうございます。いえいえいえ、ありがとうございます。すごい楽になりました。はい、よかったです。こっちがありますね、はい、前が、あ、特にそうですね、大体やっぱり利き手の方、はい、こっち側に入るので、はい、と肩が入って肩甲骨が硬くなるとかはあるんですけど、はい、動きが悪くなっちゃうみたいな、なんか反復作業多かったりとかあると、やってましたね、はい、仕事で、はい、こう物をこうやって掴んで下に下ろすみたいなやつ、はい、ずっとこの仕事してましたね、作業というか、はい、動きを、あ、それがちょっと癖にあって残っちゃってるのもあるかとは思いますね。でもだいぶ楽になりました。はい、よかったです、はい、すごい本当にありがとうございます続けてそのなんだろう、やっぱり癖が強いとまた戻る癖もあるんですけど、はいはい、その直すっていうか、その癖を取ることを習慣づけてれば、だんだんそっちがそのなんですかね、左右が対称になった状態が自然体になってくるので、今はもうされてないんですよね、今そういう動作は、はい、だったら多分それを今みたいにストレッチしたりとかやってれば取れて、はい、あ、本当ですか、はい、元戻りますか、戻せます、戻せます、あ、本当ですか、はい、はい、ありがとうございます、はい、いい、ありがとうございます、はい、ますちょっと足冷え性ですかね、あ、確かにそうですね、はい、ちょっと指先末端は冷たくなりがち、冷たくなりがち、はい、はい、すぐ分かるんですか、はい、そんな、そうですね、ちょっとやっぱり触って冷たいです、痛みがね、特にここら辺ね、痛いんですけど。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。